サワディークラブ。今回は村の基幹産業天然ゴムの仕事についてご紹介します。私たちのゴム園は他の人にお願いしているので、お母さんのゴム園で説明させていただきます。ここは広さが約6台で500本余りのパラーシュのゴムの木が植えられています。それぞれの列は7メートルの間隔が空けられ、3メートルおきに1列に並んでいます。パラーシュのゴムは植え付けから約7年で収穫ができるようになります。2,30 年前までは農民の現金収入を増やすため、この辺りでも政府が山林の開拓を奨励していましたが、現在は環境保護の観点から山の木を切り倒すことを禁止しているので、田んぼや畑をゴム園に転用することが多いです。このゴム園は10年前に田んぼから転用し、3年前から樹液の収穫を始めています。植え付けから収穫開始までの7年間水を張る田んぼでの米作りはできませんが、ピーナッツや唐辛子、冬瓜、ナス、スイカなどの栽培は可能です。トウモロコシやキャスタバは背が高すぎるので向きません。ゴムの樹液は表皮を削って採取します。左上から右下に向かって木の芯を傷つけないように、幹の円周の3分の1くらいを表面のコルク質のみ削ります。削った溝の部分から樹液が染み出してきます。時期により違いがありますが、最盛期の今だと 4,5 時間は出続けます。その後表面が固まって染み出しが止まります。翌日さらに2ミリくらいの厚さで表面を削るとまた樹液が染み出してきます。では実際の作業を見てみましょう。樹液を出すために木の表面を削ることを私たちはゴムを切ると呼んでいます。このゴム切りは通常深夜から早朝にかけて行います。日中に切っても樹液は出るのですが、風が吹いて日光が当たると染み出してくる樹液が乾いてすぐに止まってしまいます。お母さんたちは午前3時から午前7時にかけてゴムを切っています。1列に並んだゴムの木を1本ずつ切りながら進んでいきます。ヘッドライトの光だけが頼りですが、それほど怖い感じはせずゴム切りに集中できます。オウムちゃんは約2年ぶりでしたが、体が覚えていたみたいですぐに感覚を取り戻していました。低い位置を切るのは腰に負担がかかります。
ハードなトレーニングのようです。ゴム切り歴25年、お母さんの華麗な技をご覧ください。切り方が足りなかったり、切り口をこすったりすると出が悪くなります。ナイフの切れ味も重要です。3時間前に切ったところです。すでにカップの半分ぐらい溜まっています。この時期だと 4、5 時間は出続けます。今回は天然ゴムの表面を傷つけて樹液を出す作業についてご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。